おじいさんの帽子です。この中からいろいろなものを出して皆さんを楽しませてきました。一番多く出したのはうさぎさんです。なぜならうさぎさん出たがりだったからです。そんな時はおじいさんは押し込んでしまうんですね。一番手品っていうと出してほしいもの何だと思いますか？そう、鳩です。綺麗なお嬢さんがいるとちょっと鼻の下を伸ばしてお花を出してプレゼントしてたんです。お子さんが多い時はやはり動物が好きですから人気者のパンダを出しました。それを聞きつけてうさぎさんは飛び出してきたんです。出たがりですね。このようにおじいさんは皆さんを楽しませてきたんです。